1984年の西武ライオンズでは、1984年の西武ライオンズの動向をまとめる。この年の西武ライオンズは、広岡達郎監督の3年目のシーズンである。西鉄時代の1958年以来26年ぶり、そして西武になって、初の3連覇がかかったシーズンだが、開幕前から4番の田淵光一が花粉症に悩まされ、 柴田康光との交換で日本ハムから移籍した江夏豊は森重和と共にダブルストッパーとして期待されたが両者共に投げるたびに打たれ米国の野球留学から復帰した秋山浩二も結果が出ず成績も伸び悩むなど誤算が続出チームは7月まで5位に沈み阪急やロッテの後陣を敗する苦しい戦いだったが広岡監督は後半戦からは 秋山とこの年入団の辻初彦、伊藤勤、金森英二といった若手中心のスタメンを組み、田淵や山崎博之などが控えに回った。8月以降ベテランの多い近鉄を抜いて、ようやく3位に入るが、一進一退の試合が続き、最終的に62勝61敗7分と、不本意な成績に終わった。小林誠治や柴田の遺跡した、投手陣は、東を治む。 高橋直樹などのベテランが結果を出し、ルーキー渡辺久信が後半戦からローテに入るなど明るい話題もあったが、前日の江夏、森のダブルストッパーが誤算だった。この年を最後に田淵、山崎、江夏が引退。大リーグ復帰のテリー・ウィット・フィールドに代わってこの年、入団のジェリー・ホワイトがそこそこの成績を残すも、1年で退団したいように移籍した。 この年のドラフトは、大久保博士と、田辺徳を、高山育夫の3人しか指名しなかった。ありがとうございます。